こんにちは。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 こんばんは。こんにちは。こんにちは。こんばんは。プロレスリングワールドライブ配信していこうと思いますが、なんかマイクがうまく入らないな。はい。BGM なしだとマイク入るんだけどな。ください。あ、こんにちは。これだったら入るかな。はい、こんにちは。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ファイヤープロレスリングワールドライブ配信始めていきましょう。ということで、国際プロレスの新シリーズを始めていく予定です。ツイッチで、行っています。今、これが終わると国際プロレスのシリーズ始めていこうと思います。1981年4月、
ビッグチャレンジシリーズですね、ここからテレビのレギュラー中継がなくなってしまい、月一の特番のみというふうになってしまいます。国際プロレス崩壊の毒斬りだ。決まったか。 2.9 予感がどんどん深まってくるような感じですね。お、なんだこれ、司落とし。あ、しかしこれで決まっちゃうケースも結構あるからな。おっと、決まった、大技炸裂、はい。ツイッチでお届けしております。アーカイブは2日後、15日21時頃にプレミア公開 YouTube で行う予定です。また、ツイッター、旧ツイッター X のアカウントを持ってますので、ぜひフォローなどお願いいたします。さて、おっと、丸め込んだ、決まったかな、3カウント。うん、チラリー連敗続きですね。ねねラッチ、ホロライブの桃鈴ねねですね。はい、ではやっていきましょう。一応オープンリーグに開催支障がないかどうかを見てないですね。オープニングも深夜帯の BGV でやってますので、ぜひアーカイブを残しますので 見に来ていただければと思います。まずですね、鶴見五郎と、マイク・ミラーのシングルマッチです。マイク・ミラーってどういう選手なんでしょう。マイク・ミラーってプロバスケットボールの選手もいるんですよね。なので、結構普通の名前の選手が多いんですが、1951年生まれですね。テネシー州、メンフィス出身。一部の説ではニューオーリンズ出身ともされるってことで、ラフファイターですね。なかなかスタッパもあるじゃないですか。で、ビル・ミラーにあやかったリングネームですね、マイク・ミラーっていうのは。1977年デビューということで、ポール・エラリン、そうですね、まだ見ぬ、無名の存在ですね、この時点ではまだ。1985年には新日本プロレスともにも来日しております。1989年には今度は全日本プロレスに来日してますね。
ブライアン・ダムスと組んでやってますね。その優選手が鶴見と対戦です。では荒っぽいファイトスタイルを売りにしてる選手ってことですね。一言で言っちゃえば、マイクミラーいた。楽園ホール。じゃあ行きましょう。鶴見五郎対マイクミラーのシングルマッチです。ボディースラム。さて、お、投げた。ヘッドバット。スルーから このビッグチャレンジシリーズではですね、ポール・エラリングとスティーブ・ホルソノスキーがまあ見る強豪として注目されていて、カシュラハラが凱旋帰国しました。その代わりアニマル浜口がやっぱり怪我のためにちょっと試合に出なくなってますね。お、2.9。 今度はマイクミラーがカバーに入る。さあ、その凱旋帰国したアシュラハラは次の試合でスティーブ・オルソノスキーと対戦です。さあ、マイクミラーカバーに行く。カウント2。キック、パンチを打つマイクミラー、ロープブレイク、ショルダータックル。お、落とす。パワーで決めます。荒っぽいレスリング。 2.9。 今度はブレーンバスター直下式ですね。これはさあ、これ鶴見返せるか。 2.9 で返した。危ないですね。そしてラテを不発。後ろからキックを打つ。お、ビッグブリカードロップ。
御所港駅、鶴見屋して鎌ヶ溜。動けませんね、マイクミラー。マイクミラーかけて、ヘッドバットです、鶴見。そして、あ、急所蹴り、鶴見。そのままカバーに入る。さあ、これは決まったか？スリーカウント決まりました。鶴見がマイクミラーを破っております。続いての試合は、凱旋帰国しましたアシュラ・ハナが登場です。対戦するのはスティーブ、オルソノスキーですね。若い、1960年とここでは書いてますが、オルソノスキー自身は、1954年生まれですね。ミネソタ大学卒業後、体育教師を経て、バーンガニアがの教えを受けて、1978年に、デビューしたということで、まあ甘いマスクで有名ですね。ちなみに、ラッシャー木村、最終戦が5月16日だったんですが、ラッシャー木村の IWA 世界ヘビー級選手権にも挑戦しておりますが、ので、結構オルソースキー注目されてますね。1984年には全日本プロレスの新春ダイナマイ、ジャイアントシリーズに来日か、ジャンボ2とインターナショナルヘビー級王座にも挑戦しているということですね。今は、後引退後はミネアポリスで金融商品の投資アドバイザーとして、活躍しているらしいと、まあ、2011年時点ですけどね。1990年にはあのスーパー忍者、もともと高野俊二が扮した AWA で扮したキャラクターがオリジナルなんですが、二代目みたいな感じで、忍者ギミックの覆面レスラーになって、AWA で。のリングに上がっていたこともあるということですね。ちょっと、この甘いマスクだけにもったいない感じはしますけどね、オルソノスキー。30分かな。では行きましょう。アシュラハラ凱旋帰国第一戦はスティーブ・オルソノスキー、こちらもまだ見ぬ強豪の若手とのシングルマッチです。史実では、まあ、ハラが勝利してますね。まずは唾液の打ち合いになってます。そしてお、蹴りを打つ。
腕を取ります。本当に忠実ですね、この辺は。お、そしてパイルドライバー、ドリルアホール、フライングメイヤーからカバーに入る。そしてグランドヘッドロックへ、コルソンスキー。おっと、今度は鼻がパイルドライバー、カバーに入る。カウント2。お、鼻パワーボム 2.9。 サイドグランドヘッドロックをロストのスキー。お、ハーフボストンですね、オールソースキー。エルボーで、今度は腕を取ります。お、本当自爆あだが、すぐ立ち直ってコブラツイスト。お、ブレインバッ、バックドロップですね、オルソノスキー。オルソノスキーの得意技はドロップキック、バックフリップ、アームドラッグ、パワースラム。パワースラムか。ダイビングエルボードロップ、スリーパーホールドってなってますね。あ、パワースラムかな、この中で言えば。お、またバックドロップ。バックドロップはやっぱり優秀ですね。必殺技になり得ます。ボディースラム。ラリアットカバーに行く。 2.9。 お、コーナーツイストか。持ってきます。ブレインバスター。お、固める。 2.9。 怪しい足の腹。スプレーマスター。ラリアットカバーに行く。 2.9。 そしてスプレーマスター。もう一回スプレーマスターを落とす。何やった不発。お、カバーに入る。 2.9。カバーに行くかな？行かない。今度は鼻がカバー、スリーカウント入りました。
ただ凱旋勝利を決めました。トマンラリアットが鮮やかに決まりました。さあ、続いてはですね、4月19日休みなしで移動さ、富山県の高岡市まで移動させられるんですね。大変です。マッハ・ハヤトとカルロス・プラタ、シーツではプラタが勝利しております。プラタ、プラタラリンでバッタ、では行きましょう。マッハ・ハヤト対カルロス・プラタシングルマッチです。プレイマスター、アームロックに出る。最後アームロック、ハーフボストン、ブレーンバスター、グランドヘッドロックに行こう。パンチを打つ。エルボーです。お、スリーパーですね。トップスリーパー。クミヨンの字です。カルロス・プラタ、ペーバスターを返す。で、ダブルアーム、いや、それをリバースへ返す。お、フランクロスショープ。空中技炸裂。お、そして丸め込む。マッハ・ハヤトカウント2。お、ソンクラブ。また。チョップ合戦か。さあ、サイド振って、エルボー。お、ボー&アロー弓矢固めに決めます。逆に、マッハ・ハヤトカバー、カウント2。お、数落とし。さらにグランドのヘッドロック。お、メキシカンストレッチ。お、体勢を崩してカバーに行きます。
トーポキックは2発、エルボーを打つ、お、体勢を崩して一進一退の攻防ですね。フライングクロスショー、カバーに入る、 2.9、 逆に丸め込むプラタ、カウント2、あ、逆さ抑え込み、 2.9、 終盤戦に入りそう。ハーフボストン、どうだプラタ、耐えられるか。お、またもメキシコ仕込みの技で、ボーアンドアローです。弓矢固め、これにスラム、バークドロー、そしてえカバーに入る、 2.9、2で2アタック、もう1回はいかないか、でもう1回2アタック、2を落とす、ブリスアームで場外へ、さあ場外に追います。カルロスプラタ、単に場外でのボディスアーム、しかし、マッハと戻します。投げまして、お、コーナーポストからセントオンかな、これブレーンバスター大技炸裂、カロロスプラタカバーに行かない、バックを取ってダークドロー、鮮やかにこれは決まりました。さらにドロップキック、スタペースかな、エルボーを返して、またコーナーポスト、ダイビングボディープレスだが、すぐプラタ起き上がる、今度はブレーンバスターです。マッハ・ハヤト、さらにスリーパー決まった、マッハ・ハヤトがカルロス・プラタを破りました。次はですね、鶴見五郎対スティーブ・オロ、オルソノスキーの試合となります。こちらはシーツではオルソノスキーが勝利しております。日本人対外国人対決はオルソノスキーの方がビビリで、ツムリがヒールに見えますね。では行きましょう。試合開始、力比べ、チャットなどもぜひしていただければと思います。おっと、急所攻撃、英語などでも構いません。え、英語わからないですけどね。I cannot speak English, but English comment happy, my happy. そして、
スビが触れました。スバスタヤ勝ちましたね。2位落とす。シブルホール。フェーズプレスか。空中同時目落とし。お、フライングボディアタック、カウントワン。ハンドバット。そしてレッグロックです。今度は、おっと、フェースバスターでした。カウントツー。さらにまたカバー、カード2。お、グランドヘッドロックに行こう。なかなかテクニカルな戦いを繰り広げられてますね。ついごろレスリング部ですからね。ボッとデスバレーボム。テクニックとラフを織り交ぜる鶴見の、レスリングスタイル。どうすんだ。グランドヘッドロック、オルソウスキーカバーに入る鶴見 2.9 ヘッドバットから足踏みホール 2.9、 こちらも 2.9 で返します。オルソウスキーロープキック発、逆さ抑え込みだ。カード2です。さあ、これを強引に倒します。さあ、これはロープに自分から行って、エルボーです。今、オルソノスキーが、おっと、フェースブラスターだ。カバーに入るが、スリーカウント、決まりました。鶴見がおる。シーツと違って鶴見がオルソノスキーを破りました。ファルコンアローなんだこれ。さあ次です。次は4月21日、長崎市大会となります。でこちらはですね、長崎県といえば阿修羅原のふるさとですね。ただ原ですね、メインかなと思ったんですが、テリー・ラザンとのシングルマッチだったんですが、DQ、 つまりラザンの反則で、なんかあんまり嬉しくない勝利を挙げてますね。しかもメインじゃないっていうのは辛いな。メインのタックマッチかなと思ったんですが、木村とのテリーラザンとのシングルマッチっていうのはなんか地元なのに行けてないなっていう感じですね。まあ原にそんなに、でも原に期待大きかったと思うんですけどね。テリーナさんがデータなかったんで、この試合見せられないのが残念です。さて、高杉と、風紀。まあ、風紀もなかなか試合出れないような状況ではありますね。若いんで。出たい試合出たいっていう風に
もじもじしてたんでしょうね。悶々としてたんでしょうね。結局新日や前日に上がってからかな、試合出れるようになったのは。そんな、まあ、下積み時代で終わってしまった感じですね。さあ、行きましょう。そのサムソン冬木、もちろんサムソン冬木の古木ひよみちは、高杉雅彦とシングルマッチで行います。もちろんシーツでは高杉は勝利しております。あれ、なんでこんなに見えてなってんだ。え、なんで、怖いな、システムやられてる。一回すいません、落とします。ちょっと怖いですね。違えた、ミーニングポストを開いてしまった。ちょっと起動に時間かかります。そろそろ映してもいいかな。一応大丈夫。ちゃんと順調に進んでるよね。よかったよかった。ボディスラム。
お、塩の字か。あ、すげえ、塩の字。お。え、なんていうんだろう、フロートスープレックスかな。スープレックスじゃないよな。水車落としでも、ショルダースルーか。川に入る。エルボーです。さあ場外へ。ボディスラム。お、鼻にぶつける。神ちゃん、傑作か。さあ、椅子を持ち出した、高杉。お、椅子を捨てる。お、丸め込む。キューピー。ボディスラム。さあ、投げます。フライングボディアタック。あと2。ウトラセブンですかね、後の。エルボー。湘南の風。高杉正彦。さあ、風景丸め込む。あと2。テクニシャンだな、フィリピン。お。ファイルドライバーからカバーです。あと2。ロープに振って、ダイビングボディアタック。2.9。今度は、ブレーンバスター。さらに、膝へ落とす。お、どうだ ?DDT で返す。フルーキー。フルーキーをカバー。パート2。そしてブレーンバスター、ブリカドロー、お、ボストンクラブ。ラジアスター不発。ラジアスターカバーに入る。2.9。お、ボディーサウン。身にかなってますね。フィッキー動けなくなっている。ノーザナイトスープレックス 2.9。 あ、逆にどうなる DDT。 フーキーバックを取る。じゃーん、まあ、これは鮮やか。さあ、フットルースという鮮やかもありますが、ミスラム。お、お願い。ダイビングボディープレスだが、これはロープブレーキ。Yeah.
飲み込んだ。スリーカウント、この試合フルフユキが高杉を破りました。スモールパッケージホールド、アジナ、アジナことやるサムソンフユキ、次はマッハ・ハヤトとマイク・ミラーの試合です。シーツではマイク・ミラーが勝利しております。では行きましょう。マッハ・ハヤト対マイク・ミラーのシングルマッチです。に入る。あとはサイドバスター、パンチを打つ。2.9、 早くも 2.9、 体格差がありますね、マイク・ミラーとは。さあ、アームロックで対抗です。さあ、遠くに振ってエルボー、ショルダーアタックみたいな感じですね。ボディスラム、そしてギロチン、ダイビングギロチンドロップだ。カバーに入る大技ですね。 2.9 危うし。マッハ・ハヤト、お、ロジメスリーパー、今アームロック、有形の技で攻めますね。そしてコーナーポストに上がるが、ちょっと考え直しました。ロープに打って、ロープキー。はい、そして、クリープレス。お、
変形のメキシカンストレッチ。もう一回。おパンスラム。マイクミラー、アウト2。体格差をカバーする、こういう関節が必要ですね。マハハヤト。キック。コナボストかな。ダブルチョウ。フレームバスター。これはマハヤト。鮮やか。大きな巨体を持ち上げて投げました。そして巻き投げ、このポストからダイビング戦闘。逆水平、そしてメキシカンストレッチ。さあ耐えられるか。マイクミラー、ここは耐えました。ボディースラム。エルボー打つが、お、また、ダイビングローリング戦闘です。だが、ジャンピングパネルドライバー。脳天崩さす。ピヨピヨ状態だ。マイクハイ、マッハハヤト。なんか振る。だが、体で当たるとちょっと、やっぱり体格差が出る。13分をもう経過しております。フリーハヤト振るが、これも体格差。体格差の大きさがでかい。場外、これは飛びますね。プランチャー。鮮やかな空中殺法。フリースラム。上段に戻ってきました。さあロープに振ってエルボーです。さあエルボーを打つ。ここは逃げる早藤。さあこれはボディーブレンバスターだ。また先から決まった。サソリ固め、奥シャープシューター、毒をマイクミラーに回して、マッハハヤトがシーツとは反対に勝利いたしました。このシリーズ結構面白いですね。やっぱり地上波のレギュラー放送がなくなったんで、なんとか、まあ、いい試合を見せて、状況によっては地上波のレギュラー放送復活。11チャンネルに限らず、なんかフジテレビにも放送してくれないかっていうふうに、なんか流してたみたいですね。寺西イサム対カルロス・プラタ、プラタがシーツでは勝利しております。では行きましょう。手足サブ対カロロスプラザのシングルマッチです。
ほんで、昇段する。クレーンバスター。お、膝十字。クレーンバスターです。ウィスラムからドロップキック。お、逆にプラタのドロップキック。投げまして、ショルダースルー、カバーに入る。ダブルアームスープレックス。カバーに入る。カウントワン。倒して、アームロックに行こう。お、ナートロックスリーですね。さ、潰していく。カウントツー。三角締めですね。カバーに入る。あとは。さあ、抑え込み。あと2。あ、ジャーマン。2.9。カバーに入るプラタ。2.9。お、何をやるんだ？おっと、メキシカンストレッチですね。ジャベ。で、ストマックブローか。逆さ抑え込みだ。これはロープに近すぎる。どうすんだプラダ。あと避けた。手足キャメルクラッチに行こうです。クレーンバスターを着地。あ、まただ。またこれですね。プラタの決め技となっております。そしてクレーンバスター。オースリーカウント、高速ジャーマン。鮮やかに炸裂。このシーツと反対、シーツと反対の結果が多いですね。ペラニシが、マイクミレ、カルロス・プラタを破りました。さあ、これ、最後の試合は、本日最後の試合は、タッグマッチとなります。
ラッシャー木村マイティ井上対ポール・エラリングスティーブ・オルソノスキーといういきなり注目同士の対決が始まります。ポール・エラリング、さっきスティーブ・オルソノスキーを紹介したので、ポール・エラリングを紹介しますか。ポール・エラリングは、ポール・エラリングでやっぱり有名なのは、あれですね、ロード・ウォリアーズのマネージャーとしての姿じゃないかなと思いますね。秒殺を連続した筋肉のタッグチーム、ロドリアーズをマネージャーとしての方が有名だと思います。ただポール・エラリング自体もスーパースタービリー・グラハム系の筋肉パワーファイターとして活躍したっていうことがありますね。1953年生まれ、ミネソタ州メルローズ出身、1978年デビューということで、娘のレイチェル・エラリングもプロレスラーだということですね。彼もオルソノスキー同様にバーンガニアの下でトレーニングを積んで、オルソノスキーとほぼ同時期の1978年にプロレスラーとしてデビューしたと。まあ、オルソノスキーも最初から組んでいたと。でジェシー・ベンチュラとか、アドニスと交渉してたりですね。ジェリー・ローラーと CWA で構想をやったほか、あと、このシリーズでは5月4日の札幌中島スポーツセンターで、アニマル浜口が病気になって、試合に出れなくなったんで、マイティ井上との王座を返上しました。そこで、IWA 世界タッグ王座決定戦が行われて、エラリングはテリー・ラザンと組んでラッシャー・キムラ・マイティ井上組に勝利したと。でチャンピオンになりましたね。これが5月4日で、その9日の5月13日で、井上アシュラハのタッグチームができて、この時は、井上アシュラハを下して防衛したんですが、16日の後楽園ホール大会の金網デスマッチによりまして、王座を奪われてしまいます。あ、なるほど。ロード・ウォリアーズがリージョン・オブ・ドゥームって、そういうことか。リージョン・オブ・ドゥームって悪の、軍団っていう、軍団なんだ。そこに、その軍団の中にロード・ウォリアーズがいて、で、それが、実は名前が取られて、ロード・ウォリアーズを別名義になったっていう、ここがあるのかな。で、もともとリージョン・オブ・ドゥームはバズ・ソイヤー、ジェイク・ロバーツ、国際にも上がってましたね。
アンダーソン、キングコングバンディらを配下に。ソイヤも上がってたかな。で、内臓疾患があって、結局はフルタイムレスラー活動が離れることになって、ウォリアーズのマネージャーの活躍が中心になります。たまにそのホークアニマのパートナーとして試合出たこともあるという状況ですね。1998年ではですね、逆にウォリアーズ、リージョン・オブ・ドゥームと対立する立場として WWF に登場して放送を繰り広げたこともあるということで、2010年代には NXT でも、あの WWE の下部組織 NXT でもマネージャーをやってたことがあるということですね。アニマルウォリアーは、具体タッグの戦い方をエラリングに教えてもらったと。彼は紙に四角いリングを書いて、ここにパートナーのホークがいて、相手をロープに投げたアニマルはこう動けと、わかりやすく図で説明してくれたって言ってますね。で、だんだんと、まあ最初はすごいパワーで押してたんですが、で、フォーメーションを加えることで、バリエーションを増やしていくことによって、素人だったロードウォリアーズの2人に、プロレスのイロハを教えたのが、この、ポール・エラリングだったってことですね。いいですね。さあ、そのエラリングが、スティーブ・オロスオスキーと組んで試合に出ます。旧友ですね、オロスオスキーは。ラッシャー・キムラ・マイティ・井上が立ち塞がります。タッグマッチ見ていきましょう。ね、45分だよな。この試合、長崎市大会のメインイベントです。先発は木村とエラリング。モッソンクラブ、私は木村、さあ井上タッチをエラリングをオルソロスキータッチです。
ブレーンバスター。ん？ハーガタベですね。ヘルポーです。ダブルのブレーバスターかな。でも、キムラすぐ場外から持ってきます。丸め込むがカウントワン。バックドロー。さあ、これはオソオクサ技です。オルソウスキー腕を取る試合、お手本になる試合です。さあ、得意技バックドロップ決まりました。さらにハーズ落とし、ブレーンバスター、貸し切ですか。威力は莫大ですね。バックドロップとブレーンバスターかオルソウスキー、脅威です。丸め込み技もありますからね、オルソウスキーは。さあ、エラリングにタッチ、ブレーンバスター、シーツでは両者リングアウトとなっております。おっと、スリーパースープレックスみたいな感じですね。ロープに打ってキック、サイドスープレックス、さあグランドヒットロック、おすごい、これが。さあ、オルソウスキーを場外戦にも連れ込ませます。ヘッドバット、若手エスカーにオルソウスキーは試練が与えられます。さあ、オルソウスキーショルダースルー、グランドヘッドロック、いいですね、オルソウスキー。カバーに入る。2.9。お、カウント2はカットです。ダブルのブレーンバスター、はい、おっとフライングラッシュアップ決まった。井上、最高の場外戦では木村とエラリングがやり合ってます。バックドロップ、エラリングスタックブロー、
さあ、あっという間に17分経過。試合の展開早いですね。正面蹴り。ヒットバット。サイドスープレックス。お、アメリカマン。リスラム。逆に、おっと、筋肉ポーズ。エダリング。そして、井上のバックドロップ。カバーに行かずに木村にタッチします。そのバックドロップ。はい、バックドロップ。両者ダウン。お、サイドスプレックス。ラリアット、カバーに入る。なんとか、オルソウスキー、カットです。オルソウスキー、バックドロップ。ドナット。23分ですね、あっという間に。長期化の、4人タッグとしては長期化の戦いになってます。前のクロスチョップか、カバー、間に合うか、間に合わない。木村、井上組の勝利となりました。ボリング戦闘。サマソードドロップですね。マイティをお得意の、マイティの代名詞、サマソードドロップが決まりまして、日本組の勝利となりました。ということで、今日の試合はこれで終わりですね。どうしよう。まあ、いくつか、選手をしてまして、P6とかを見たいよな。ピーロフだったら UK の選手だろうな。佐野直樹。マークシルバーも面白そうだけどな。ギブアップのみ。これで行ってみますか。佐野もなんか小川義成と同様、なんかこういうヒョウ柄みたいなタイツ履いてた時期あるんだな。なんだレフェリー目立つな。レフェリーが
お、ステッキ。なんかカラみたいな戦い方してんな。お、負けはダメ。お、嬉しいになった。お、フロントネックロック。パンチですね、今度は。マウントの、マウントパンチかな？なりまして、アキレス腱。脇固め、ロープブレイクにならないのか。そして、レシギ。パンチ。おっと、お、ちょっと嬉しいな、行こう。天才だな、佐野さんって。あ、腕下がってますね。お、足を攻められてる。ワンドアロー、弓矢がダメ。水天井か、ロメロスペシャルか、これ。おっと、今度は足を攻める。そして、レシギ。パチパチですね。お、足を攻める。いけるいける。10分経過して、あーっと、アンクルホールド。かかと固めか。倒して、おー、足を決めに行く。
決まってしまった。ヒールホールドですね。コピーロフの勝利。ボクシング軍団もいますね。この辺とこのまとめていくかって難しいですね。今後社会いいもって誰だ。剣道軍か、ルースピンクスで。ヒットドッグデートとか、チーム変える必要あるよね。ゴルドもスピンクスかっこいいのか。ハサミコンってなんだよ。サナゲとあのダイナ、ポルソノスキー痩せてみよう。戻してと。
このバスク。ここでイスラムかな。サイドスープレックス。次のブレーンバスターさらに腕を取る。トップキー、そしてハーフボストンへ。ラスクだ。フォアに入るか。カウント数えられます。カウント1。ヘッドバット、丸め込む。カウント2。ダブルアームスープレックスホールド。カウント2。バックドロー、ハズ落とし、カバーに入る。 2.9。 ささなげ追い詰めるが、これ後ろに倒、落とす。ドブキック、スープレックスで2落とす。最後サイドスープレックス、取り込みます。あそこ一瞬の隙をついて丸め込む。2.9。 キャメルクラッチ、怪しい。そう、あとなんか後ろに投げた。そしてブレーンじゃない、ノーザナイトスープレックスだ。 2.9。 後ろに投げた。あ、逃れる。この人は好き。お、巻き投げ一戦。エルボーです。それもよくできてるよな。ブレーンバスター直下式。大技炸裂。この人は好き。いまいち威力がないんですよね。
フロントスープレックス。キャプチュード決まった。カバーには行かず。やっぱオーソドスキーが投げて、エルボー。足を決めて、キャブルクラッチ。さあ、耐えられるか。決まった。サナゲの前にオルソノスキー敗れました。ドバイス、ヘッドロックなら万力男とやらせるか。レフリー堤恭平じゃない、和田恭平。堤恭平は作曲家だ。グランドのフットロックへ。おっと、膝攻撃。次のグランドのフットロックへ。万力のように頭へ首を攻めます。なんか動きを止めていく。今度は腕を決める。裏の攻防が続きます。グランドだけでスタンドもヘッドロックやるんですよね。確実にダメージを与えていく。そしてキャメルクラッチへ。またもキャメルクラッチ。よし、攻撃は続く。バスター、
ね、ショルダースルー、フリースラム、ちっちゃい音の組み合わせだな。ショルダースルー、そのスピード、バックドロップ、ドントネックロック、そしてクレーンカスター、さあマニキ、マニキ男の名目役女、お、ヘングボディアタック、さあ返せるか、 2.9 なんとか返しました。バックドン、大技炸裂、バックドロップ、止まってしまった。おっとフロントネックロック、あ、これは出しますね。オソウスキー、もう一回、じゃあこれはロープブレイク、おっと、フロントネックロックだ。おとつい来るな。あまり良くないな。ほんとまた、ダメージを与えていく。おっと、タックルから、え、これ反則ですね。プロレスルールでは。そしてどうするんだ、キャメルクラッチかな、いや下道クラッチだ、決まった。あ、これは予想外、うん、ドロップで相手の動きを止めて、それから銃を奪わせて、こういう関節技とか丸め込み技を持っていくっていう感じですよね。ダイナマイトバイスがオルソの隙を破りました。なんだこのデビルサンタって。なんかな、首が多いよね。まあ、え、コロニーなんで、なんで猫マスさんいるんだ、兄さんじゃまだか、まだいろいろデータがいるみたいですね。正面動作とかいるな。ザンギエフ最後ですね、これ。ザンギエフと K-1 ファイターの対抗戦とかも
面白いかもね。女子プロも揃いましたね、数。スターダムと東京女子とか。マニーゴールドもね、いるからな。ザンギエフと、引き分けだったエドモンド・ホンダだけど、動作と合わせてみよう。体格差があるからな、果たしてその体格差がどう影響するか、ね、やっぱりもっと鳥半蔵と合わせてみよう。面白そう。昨日最後の試合になります。ストロークかな。蹴りを入れる。レーバスター。ビヨンの字。なんだこれ、サンギエフ。お、あと、からうっと最後です。お、これは、あお、なんだっけこの技、ジャックハマー持ち替えてますね。ロートネックロックかな。持ち運ん、持ち、な、変えてからな、持ち上げてますね。お、ロープに増やして、蹴り。お、なんだこれ。スクリュードライバー。2.9。
あと、ダイビングニーだ。ニャバツ。でもブレーンバスターは場外へ、ハントリハンゾウ蹴ります。ムーンサルトホール 2.9。あと、転倒、ハットに反応。10分を経過しました。ポンポン。大気。そして、おっと、シャチホコだ。機体を、シャチホコで折り曲げる。おん。ニューサートホール。いい流れだな。2.9、なんとか、ザンギエス、返す。お。さあ、関節強く。厳しい、ザンギエス。お。さあ、ロフにして、2位を落とす。おっと、スクリューダイバーだ。カバーに行く。これ流れ変えちゃうよな。スリーカウント入りました。ザンギエフ強い。決め技っていうのを持ってるとやっぱり強いよな。はい、ということで、国際プロレス。だから後半は、なんかフリーに試合やりました。基本的には、国際プロレスの1981年4月から5月のビッグチャレンジシリーズの1回目を、行いました。ということで、ポール・エラリングやスティーブ・オルソロスキー、さらにマイク・ミラー、カルロス・プラタなど、外国人、面白い外国人は揃っていたんですが、確実にやっぱりレギュラー放送が打ち切られたことの影響っていうのは大きく、団体は崩壊への道へと進んでいくことになります。そしてこの後、どういうふうな流れで崩壊につながったのか、というのが語られていきます。アシュラハラも入ってきて、昨年の8月、その前年の8月にタクシーが突っ込むことによって、全焼しちゃった道場も立て直しされた。これ明るい材料はあるんですが、なんせお金が、スタッフ、選手の支配も始まっており、給料の支配も始まっており、経営状態悪化の一方ということで、で、観客動員数も、どんどん落ちていき、だっては後楽園での開催ができなくなるわけですが、それはまあ、もう少し後の話。まず、お金ですよね。放映権料がなくなったからな、丸ごと。レギュラー放送の。果たして、彼ら、そしてスタッフ、吉原社長はどうなっちゃうんでしょうか。ここまでになります。今回の配信、ツイッチでお届けいたしました。ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。Please my ツイッチアカウントフォロー please。この動画のアーカイブは2日後、10、
5日21時頃からプレミア公開 YouTube でいたします。ぜひ YouTube でもアーカイブご覧ください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This Live アーカイブ My YouTube チャンネルアップロードプレミアライブ2 days after My YouTube チャンネルチャンネルサブスクライブドアンドグッドボタンプリーズ。そして旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いします。 TwitterX マイアカウントプリーズフォローアンドリポストアンドグッドボタンプリーズ。最新のお知らせは X でいたします。ということで、ファイアープロレスリングワールド国際プロレス編お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。